3月24日水曜日。今日の天気は晴れ。日本放送、飯田浩司の OK 工、工ー,ーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。おはようございます。 日本放送アナウンサーの新業一華です日本放送飯田浩司の OK 工事アップこの後8時まで生放送ですいやー日中だいぶなんかね、えー、暖かくなってきたなという感じで、はいえー、東京は桜がすでにおととい満開の宣言が出ていてあの今朝方もタクシーの運転手さんと話してたんですけどいやーもう至るところで桜咲いてて運転しても結構楽しいですよみたいなね、はいえー、でそれとともにやっぱり あの人の出っていうのも相当ひ。 大きくなってきててるぞっていうのもね、えー、おっしゃってましたけれども、うん、やっぱりあのこの時期になるとあこんなところにも桜が咲いてんだみたいなね、うん、そうですよ、ね、そこそ路地裏のなんかほんとちっちゃな児童公園みたいなところでもさ、はい、1>, 1本だけ木が植わってて、うん、でそれがいつも目立たないんだけどこの時期になると急に存在感を見せて <laughs> おおこれ桜だったんだっていうのね <laughs>、えー、まああの緊急事態宣言も明けてですねまあ今まで縮こまってたところがまた、あ、桜ぐらい見に行ってもいいだろうと、うん、まあねもちろん。はい まあ、あの、ほとんどの人がマスクして、で、あの、どんちゃん作業やめようねって言って、あの、歩いて、えー、まあ、スマホで桜の写真を撮るだけ、みたいな感じで、まあ、やってらっしゃいます。さすがに、あの、ビニールシートをし、ね、出してっていうようなことは、んあんまり、まあ、でも、上野とかあの辺行くとな、いるっていう風な話は聞きますけれども、まあ、どうなんだろうね。この週末、先週末は雨降りましたし、今週末もあんまり天気は良くないというようなね、えー、話もあります。曇りだとか、 そうですね。日曜日曇りで、月曜日今、傘マークがついてるっていう予報ですね、東京地方は。うん,うん。なんとなく、こうね、えー、水が刺されつつという感じですけれども、でもやっぱり緊急事態宣言が明けて、いろんなところで、あの、物や人が動き出したなっていうのが、えー、ニュースとしても出ていて、えー、昨日あたり、あれと思ったのがですね、えー、航空各社、えー、全日空ですが、えー、22日の国内線の予約数がおよそ5.5万人で、うん、えー、宣言の解除で、 予約が倍増したと、ほう、と。で、j、えー、ジャルも3割ぐらい増えたっていうような話が出てたんで、ほう、なるほど、と思ったんで,ですね。これは定点観測に行かなきゃいけないな、と思って、えー。また、あの、ブラブラと新橋方面に歩いていってですね <laughs>、えー。あの、新橋の駅前のビルにはですね、ニュー新橋ビル。1階に、もうひしめき合うように、 チケット屋さんがありますので、こう、またちらちらっと見に行ったらですね、やっぱり値段が上がってるわけですよ。そうですか。ええ、毎回こう、お話をしている株主優待券なんですが、まあ、このチケットがあると正規料金の半額の値段で乗れるぞというやつなんですけど、まあ、あの、最もひどい時期でですね、私見かけた値札で一番安いなと思ったのは、780円というのを見かけて、まあ、これがですね、まあ、平時、コロナ前の段階だと、これ、あの、期限ギリギリになるとまた安くなったり なんかするんですかと円だったわけですよこれは安いなと思って、うん、本当ここでも話しましたけど買おうかどうか、あのー、かなり悩んだんですけど <laughs> 結局、はい、まあそうは言っても飛行機乗る機会そうないからなと思ってやめといたんですけどやっぱり買っといやがったな。<laughs> や 今ね、1800円から900円。ええー。だから、その底値からすでに2倍まで上がってきていると。本当ですね。まあ、そうは言ってもね、やっぱ、あの、平時だったあの頃の3、4000円と比べると、まあ、安いは安いんですけど、うん、安いは安いんですけどね、やっぱり780円って値札を見ちゃうと、今度これに手出すかっていうと、<laughs> なかなか出せなくなっちゃうというですね。確かにそう、ね、こういうことがあるから、あ、俺はあの、株とか投資には向かないんだなっていうね。<laughs> う<ー> ちょっとそういうので後悔してしまうというですね。 ねええ。まあ、でも、ことほとさようにですね、やっぱ、こう、敏感なところはすでに動き出してんだなっていうところと、うんうん、まあ、あの、一方でね、あの、雇用とかそういうところ、あるいは今日は、新聞の一面で工事地下の話が出てたりなんかして、はい、やっぱりコロナの影響でなかなかこの地下は上がっていかないというような話も出てますけれども、まあ、その辺のね、えー、経済の温度感については、えー、今日はコメンテーターが内閣官房産業で数量政策学者高橋恩一さんですんで、まあ、その辺も含めて、えー、聞いていければと思います。また、中国に関してでもね、 高橋さん実はあのアメリカで、えー、国際関係論などもやってらっしゃったと、こういうこともありますんで、その辺もお話しいただこうと思っております。 ここが気になるのコーナーです。スタジオに長官各しが入ってまいりました。えー、昨日の公職選挙法違反の罪に問われた元法務大臣で衆議院議員河井克彦被告の裁判について、えー、朝日毎日一面トップですが、朝日新聞河井元法相議員辞職へ、えー、公選法違反公判買収一点認める、えー、毎日新聞河井元法相買収認める議員辞職を表明というふうに書いております。 あのこれ、ねえ一報が伝えられてまあ各社、速報を打ったっていうのがちょうどその昼のニュース11時半からねえあるいはそのまあ うー11時45分からの会社もありますけれども、あの民放各社がこの時間にテレビニュースをやっていると、まあそこでもう頭から速報と、えー、そして、えー、地裁の前からあ記者がレポートするみたいな、ねえー、感じで、もう昼のニュースこれ一色というようなところになってましたけれども、まあ私も昨日たまたまですね、その、あのー、 知り合いの記者とお昼ご飯を食べる約束をしてて、もう開口一番驚いたね、これっていうですね。まあ、あのー、 記者の前で、会見だったりとか、あるいは、ぶら下がり取材といって、会見まで行かないけれども、こう一人、議員が立って周りにこう記者が囲む形で質問に答えるというようなところで、まあ、あの、職を辞するというような発表をするというのは、ま、ま、あるんですけれども、いや、裁判の最中にこれを出すってのは初めてだよね、と。ま、昨日はですね、この河井氏の被告人質問と、初めて行われたわけですけれども、ま、その意味ではですね、後半の一番最初に、え、ー えー、こう本人の口から、まあ、この事件を否認するかどうかということも含めて、まあ、自分の、ねえー、気持ちを述べるということがあるんですがその後は、えー、証人への尋問が中心になっていたので、えー、今回、まあ、まあ、そういう意味では肉声が出るというのも初めてに近いというところだったんですが。 そこで弁護人とのやり取りの中で、えー、こういうことが出てきたと。ねえー、それを、まあ、一面から、ねえー、各紙報じているというところです。えー、これについて後ほどまた、高橋良一さんと指示台深めていこうと思っております。えー、それから読売新聞は工事地下について6年ぶり下落と。まあ、これも、ねえー、後ほどキーワードの部分でやっていこうと思っております。で、えー、と出ているんですけれども、各社ですね、あのー、写真入りだったりそうじゃなかったりしますが、一面の2番手、3番手の記事に出しているのが、 皇位継承についての議論をスタートというニュースです政府は昨日安定的な皇位継承策などを検討する有識者会議の初会合を総理官邸で開きましたメンバーによる5選で政家淳前慶應義塾塾長が座長に決まったと えー、いうことであります、まあ、この清家さんとそれからあの宮崎みどりさんが、えー、2016年から17年にあった、あのー、今の上皇陛下ですね、えー、当時のお当時天皇陛下でいらっしゃった上皇、えー、陛下の、まあ、ご上位におめぐる有識者会議で、えー、メンバーでいらっしゃったということで、まあ、この辺の議論が下敷きになるんじゃないかということが言われておりますが、えー、私あのちょっと注目してるのはですね、えー、それとは別に。 慶応大学教授の細谷雄一さんが入っていると。まあ、細谷さんがこの番組出てるからと、そういうわけでもなくてですね。というのは、この、まあ、あの、行為継承を、そして、その、ね、えー、安定的な行為継承を策を検討するということについてっていうのは、まあ、これは、あの、間違いなく国,を国論を二分するようなテーマであろうということであります。かつて小泉政権の中でも、こういった検討がなされた時にも、官官学が様々な議論があったと。 ういうこともありますけれども、まあ、その後ですね、えー、あの当時は、あのー、愛子内親王殿下がお生まれになって、そして、えー、その後、まあ男系、男子での継承というのをどうするんだという中で、ああいう議論が出てきたと。で、その後、あの、久人親王殿下がお生まれになったこともあってですね、えー、一旦議論はさたやみになったんですけれども、再び移行して議論をするという場ができたと。まあ、久人殿下がいらっしゃるということで、まあ、今後、お あの当時は結構喫緊の課題だというような認識があったんですけれども、まあ、今後10年、20年というところをですね、えー、見据えながらのこれ、息の長い議論をしていくということになろうかと思います。で、そこでなんで細谷さんが重要かというと、この国論を二分するテーマで、えー、こういった大きな有識者会議のご経験というところでいうと、細谷さんは2008年、7年、8年のですね、安保法制婚と言われた、あの当時集団的自衛権をどうするかとか、あるいは PKO における武器 使用だとかまあ、憲法9条に絡んで、えー、どこまで、えー、新しい価値観と、えー、そして任務に基づいて、えー、仕事ができるのかと日本国政府全体としてですねもちろん自衛隊が中心になりますけどもというところの え、有識者会議のメンバーでもあったと。まあ、あの当時は、この安保法制婚は元、もっと、たくさんの方々が、えー、いらっしゃいまして、まあ、当時だと、えー、もう、奇跡に入られましたが、岡崎久彦さんであったりとかですね、まあ、そういった、もともと安全保障だとか、国際関係論の対価の方々もたくさん入っていらっしゃいましたが、えー、ほさんもそこの、お、に、中に入って、えー、議論をお、お、つぶさりご覧になっていたし、ご自身も、お、議論されていたという経験もありますし、その、まあ、ある意味、 このてね、安保補正権のテーマというのは憲法9条が直接的に絡むので、あの、イデオロギーの右左によって本当に国論が二分されるようなテーマでもありました。そこをどうこう着地させるかというあたりもご覧になってきた方なので、まあその辺のこうね、進め方の実はキーマンになるんじゃないかなということも思いますし、まあ機会があればですね、番組にもまたお越しいただいて、直接いろいろお話を伺いたいなというふうにも思うところ ですけれどもやっぱこういう有識者会議と入るとむちゃくちゃ忙しくなりますしね、えーえー、というところなんでまあ,あの息長くここもアプローチしていきたいなというふうに思っておりますここが気になるでしたここが気になるプラスです、えー、気になった記事がですね日本経済新聞の一面の2番手3番手ぐらいの記事ですかね、えー トヨタ、中国生産へ FCV の基幹システム聖火台とという記事であります。あのー、燃料電池車 FCV の基幹システムを中国で現地生産する検討に入ったということであります。 あのこれ基幹システム今まで国内に留めてきたんですが記事ではですね政策優遇の条件として中国政府が現地化を求めており初の海外生産に踏み切るということです。これああののカウンターパーパトとなるあの聖火大学 に、えー、取材をしたと大陽明大、えーえー、陽明光教授こういう人ですかねに日本経済新聞がまあ取材をしたというところで、えー、トヨタ自動車そのものはコメントを控えるというふうに回答しているということですけれどもコメントを控えるって否定してねえじゃんって話でもあるとこういうところなんですねであのこれだけ中国の包囲網というのがいろんなところで強まってきている中で、えー、こういう動きっていうのは果たしてどうなのか とという点と、えー、それからあの中国は中国製造2025というですね まあ、あの、2025年までに、まあ、あの、生産の能力で、世界の一線級になるんだ、という目標を、ま、ずっと掲げてきたと、いうのは、こう、有名で、ま、それが、あの、欧米を刺激したんで、最近は言わなくなったなんてことは言われてますが、似たようなスローガンでですね、このところ、取り沙汰されているのが、中国標準2035というもので、これは、世界中の、統一規格を中国が握るぞ、 っていうようなものなんですね。で、この、統一規格についてっていうのは、まさにここが力の源泉であり、勘の源泉にもなると。えー、だって企画握ってれば、あの、他の国だとか、他のメーカーは、その企画使わざるを得ない、乗っからざるを得ないと、そこにパテントが発生したりとかですね。まあ、あの、そうじゃなくても、じゃあ、うちの企画使わないんだといいですよ。売れないだけですからって言って使わせないみたいな圧力だってかけられると。まあ、かつてですね、えー、日本の国内、あるいはこれが世界にも広がりましたが、VHS とベータの、 え、戦争とも形容されたようなこともありますし、その後インターネットにおける派遣というものも結局この企画というものをどこが手にするかということが最も重要だったと。で、今後発展する産業というものを考えると、この燃料電池など環境に適応した形での、 輸送手段であったりとか、あるいは燃料電池そのものっていうのは、これ、あの、自動車の機関部品のように見えますけれども、このシステムを使って、例えば、あの、鉄道車両の動かし方についての実証実験を、日立と、それから JR 東日本でまた始めるなんて話もね、去年の10月あたりから出てきてますし、まあ、これ、あの、新たな発電の方法であったりとか、ね、これと、その、水素というものを組み合わせて、ひょっとすると、 働き方とか、この、生活の仕方全体が変わるかもしれないと、そこのスタンダードが握られるかもしれないというところで、これ、今言っていいのかっていうのは、非常にですね、え危惧するところでもあるし、まあ、その辺を、もう、含めて、これ、あの、企業の問題なんだから政府が口出すなっていう、もう時代が過ぎてしまっているような気がして、ならないんですけれども、どうなんでしょうかね。 え、今朝は数量政策学者内閣官房参与高橋洋一さんです。おはようございます。よろしくお願いします。いや、高橋さん。お久しぶり。お久しぶり。まだこの会社に席が終わりでした。そうですよね。あの、前回ご登場いただいたのが三月の確か十日だったと思いますが。え、これ私、あの、東北各地を取材しながら放送する中、キャラバンを続けている真っ最中で。 那一次。嗯 ねスカイプ越しで高橋さんのお顔を拝見しましたでその前っていうのがお休みしてたそうなんですよね私あの夏休みというか遅い休みをいただいてはい新新業さんが全部でやっててやってねすごいねいやそうなんですよもう新業さんなんだってできるなんだってできるね本当今度女優えーちょっと待だスーパー戦隊にも出るぐらいすご時代ですねいやそうなんですよ本当あのなんだかんだ言って会うの一回 月半分元気でしたかおででもどうなんですか予算も通ってこうなると参与としての仕事っていうとこの先っていうのはもう補正とかそうなのかもしれなじですけら諮問会議いろんな仕込んでるんでねだかそれこれからどうするのかなっていう感じですね本来はそのなんですか骨太の方針に向かって今が仕込みの時期だったりするんですか 山がなるほどやっぱこう整理していかなきゃなんないでしょうね反対する人たちをどうなだめるかとかそう第4波もあるでしょうし普通考えるとねその辺の手当も経済的にもやらなきゃいけないろ考えなきゃいけないしね経済どうなるかとかねいろです高橋さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは最初のニュースこちらです LINE 入澤社長が会見 中国からの個人情報へのアクセスを遮断非常に多くのユーザーの皆様からの信頼を裏切ることとなったこと非常に重く受けておいております無料通信アプリ LINE の個人情報が中国からアクセスできる状態になっていた問題でえ昨日の夜、井出沢武社長が記者会見を行いました 沢社長は中国からの個人情報へのアクセスを完全に遮断したことを発表また韓国で保存していたデータについては国内に移転する方針を示しました、うんえー、利用者の個人情報が中国の関連会社から閲覧可能になっていたというところですが、えー、データは韓国でも管理されていたと <laughs> これ56年前からそうじゃそうだったと思いますけどね前にあのこういうこと書いたことあって あって、はい、まあ、あの、韓国の系統の、まあ、会社がやってるっていうことだったんで、はい。ろいろと見てみて、あの、まあ、私はだからこういうのやるときに、まあ、薬刊読むだけなんですけどね。約ー。刊読んだらね、もうその時から、はい、ま、ほぼ外に置いてやってるっていうのじゃないと、こういう約刊じゃないなと思いましたんでね。<ー>れで、あの、要するに、本当に外に置くと、もう完全にデータ保護とかいうのは無理なんですよ。はい、ま、どこの国もね、通信の秘密っていうのは、まあ、法律としてはみんな大体あるんですよ。憲法とかそういうふうに。でもこれ、基本的に国内の、 はい、国内の人は保護なんでね、だから要するに情報を外に置いたときにあのな、そこに入ったような日本人の情報としてもね、そのどこの国のあれでも、その通信の秘密にもそこは基本的に入らないんですよ。うとなるとね、これはもう完全に取られたい放題だなと。 はっきり言うと、自分のスマホの中のデータを全部晒すっていうくらいの感じだと、私は思いましたけどね<ー>、ええ、これ、約款を読むと、うん、その第三国っていう表現しか書いてなかったりとか、どこにっていうのがあまりこう書いてないっていうふうなことが。そうでし,う、ね、したでもう,もうあの、こういうふうな、まあ、グローバル企業みたいなのは結構そういうのが多くてね。だから、要するに委託先をどっかにしちゃうと、フルアクセスを与えるでしょ。はい、そしたら、だから、そのまあ、あれでね、はっきり言って情報は全部抜けるというふうに思ったほが いいんですよ別にその、あの、中国は特にね、あの、はい、なんか、情報、政府に協力する義務があるから余計抜けやすいかもしれないけど、えー、別に韓国だって、えー、あれですよ、はい、日本の国民の、あのなん、なんていうかな、プライバシーを守る義務はないわけだから<ー>、うん。だから、まあ、はっきり言えばどこで、あの、要するにサーバーを外に置く段階で、はいまあ、それは全部抜けるんですよ。 で、あの、アプリ自体だから、アプリは基本的にはスマホの中のデータにアクセスできるんだよね。はい。だから、それはそれでも、あの、これはもう、や、入れたら、それで約款をポチしたら、まあ、納得したって形になるから、納得して自分のスマホの中のデータを全部探してもいいっていう納得したって形になるんだと私は、5、6年前に思いましたけどね。だからやってないです。うー。<laughs> うん ああ、そのね、確かに、やっかん、あるのは分かってるし、これ読まなきゃなんないの分かってるし、うん、でも読まずに、あの、チェックボックスにポチッと入れて、うん、使い始めちゃうって人は、ね、まあ、私もそうですね。えっとね、基本的に無料でしょだから、どこでお金取るかなんですけど、はいうん、実は、その、利用者の情報を外に売るっていうのが基本なんですよ。だから、そういう意味ではですね、無料のものをポチしたら、何なんかの対価があると。はい 要するに自分の、それが、大体は自分の情報ですね。その情報の範囲ってのはやっかにいろいろ書いてあるんだけど、はい、自分の情報がどっかで売られると。だだから、なんかポチした後にね、よくね、メール来るでしょうん。あれですよ、はっきりは。えば、うんうん、ダイレクトメールとか大量に来るみたいな、ね。うん。だから、あれ、あれなんで、だから、ただってのはそういうもんなんで、え<ー>だから、どっかであれでしょあの、要するに、バランス取れるわけで、その時に、このお話はす、自分の情報ってことになるんですよ。う うん、だからそれよくバランスを考えてやるだけなんでね。あの、私はスマホ何台か持ちなんですけどね。はい。あの、それは実は、あの、分,分けてるんですよ。<ー>うん、だから別にあの、LINE は、あの、メインは絶対使いませんけどね。いろいろとぜ、あの、やらなきゃいけない時もあるから、うん、その時のとおに、ま 全く電話帳とか全く自分の情報が入ってないスマホも実は持ってるんですよ。お<ー> <laughs> そういうの対応みたいなものもちろん。うん,うん。それで今簡単にシムフリーでしょシムをポッと入れ替えるだけでもできるから、別に私みたく、あの契約をね、複数しなくてもうん、うん、できるのはできるんですよ。うん,うん。だからそうやってシムフリーの期間、あの、対応で、何点かな 機器を変えるって手もあるわけ。うん、で、あの、同じソフト、なんていうかな、同じ OS にすると結構同期しちゃうんでね。こそこは OS を変えるとかね。<ー>そういう工夫が多分必要だと思いますよ。うん、で、今、スマホになったら中古のやつなんか安いんだから、すごく。うんうん、だから、それで全然別のやつをやって、まあ、SIM を入れ替えるとかね。そういう風な工夫をした方がいいかもしれない。まずは、LINE の昨日の社長会見からというところでした。 おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです河井克行元法務大臣が議員辞職を表明公職選挙法違反の罪に問われている元法務大臣河井克行被告が昨日東京地裁の後判に出廷しましたこれまでの無罪の主張を一転させ起訴内容の大半を認めるとともに議員辞職することを表明しました 2019年の参院広島選挙区をめぐる買収事件について、まあ、あの、買収を一部が認めるという形になったと。うんうん、このタイミングで、そして議員職の議このタイミングでね、まあこれでまああの終わりにしたいっていうことなんでしょうね。だからもう、のこのまま同じ主張をやってても、 まあ、答えは変わ、結論は変わらないっていうかね、ふうに見切ったっていうことだと思うんですけど、だから今のタイミングってことなんでしょう。うん,うん。まあ、政治家らしい話でしょうけどね。いやなんかね、この、後半の中で辞任を表明するっていうのは、なかなか珍しいパターンだなとう、うんだ。うん、それはそれで、あの、裁判の印象良くなってね。ああ<ー>、うん。それはそうでしょう。だから辞任を前にするか、後半の中で、はい、後でするかっていうのは、ちょっと印象が変わるんじゃないですか。 <ペー>そういうふうな、あの、えなんていうかな、あの、予定してたというのも言えるし、はい、なんていうかな、あの、いろいろ裁判やってみたら、思いのほかっていうことだったかもしれないし、よくわかんないですけどね、でもこれでも一定のけじめっていうかね、政治家の話として、政治としてのけじめっていうのは、まあ、はい、一応、果たされることにはな、なりますけどねまあ、あのね、この、どういった思惑があったのかみたいな、うんね、裁判戦術みたいな話と、ともに、うん、まあ、今日もね、あの、 私、政治面で書いてたところもありますが3月15日までにやめると4月25日の補選にこの河井さんのところの広島3区というものもかぶってくるけれどもそこを超えると今度、衆院選まあ 9月、10月までにあるとされて、えー、そこに一本化されるというような思惑もあったんじゃないかという指摘がありますね。それは今のタイミングでね、判断するってことになったら、そういうふうなことを考えないはずがないだろうしね。えー、だからまあ、それはまあ政治家ですからね。はい。あの、いろんなことをスケジュールを考えながら、ベストな、ベストっていうかね、うん、ダメージコントロールっていうのを含めて、あと自分のどうやって高めるかとか、そういうのを含めてやったというしか思いない、ない時期でしょ、これは。ええー。うん あの今日長官でね、ね一面で朝日毎日なども報じられていて、番組、えー、日本放送では朝6時から番組やってますので、えー、結構、ご意見とか質問来るんですけど、えーえー、これね、買収を認めたってことは、えー、逆にもらった人たちは収賄になっちゃうんじゃないんですかっていうあの質問が来てるんですが。 それは可能性はちょっとあるかもしれません。でも、無駄な事実あるわけでしょまあね、うん、あの、100人に配ったとして、そのうち94人がもらったよというのは認めていると。まあ、うん、うん、それもね、証人尋問等々でもそういうことが出てきている、うん、ということがあるようですね。まあ、でも最終的には、あの起訴するかしないかとかいう話は、検察の話なんでね。はい、それやる気になったら、そういうで,できるかもしれないけど、うん、まあ、金額の話とかそういうので、まあ、 これ一件落着と思えば終わりでしょうねその辺は、まあ、これとはまた別の事件とうそううして、うんうん、やるかいないかがポイントというかね、まあボールは、ね、そっちは検察になるかもと。では続いてのニュース、こちらです。ウイグルの人権問題、5カ国の外相が中国に対し共同声明を発表。 新疆ウイグル自治区の人権問題について、アメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドの5カ国の外相が共同声明を発表しました。5カ国は現地で人権侵害が行われているとし、圧倒的な証拠があると指摘しております。うん えー、英国圏というか、まあ英語圏の5カ国、アングロサクソン系、ファイブアイズと呼ばれる国々の共同声明と。うんえー、まあそれとは別に、えー、日本以外の G7 の各国は制裁も発動するというようなことが出てきております。えっと、制裁はこのファイブアイズの国と、はい、あと EU とカナダですね。だ、はい、から、えーえー、その意味では、あの、 なんか EU は確か全会一致っていうふうなあ<ー>あの方針でないと外交はなかなか決まらないから、うそういう意味では世界のほとんどがこうなっちゃったっていうことでね。はい、でもまあの日本は実はそのこの、うん、ともともとこの EU がやる時には、うん、えっと、ブリンケン国務長官が、はい、まあ日本に来てその後、 あの、アラスカで、カではい、もう、米中やって、その後に、ベルギーに行ってるんですよね、はい、NATO の会議ね。で今回は、このベルギーに行くナトの会議に合わせて、はい、こういうふうなファイブアイズと EU の話が、まあ、ぶつけてるわけですよね。これ一連の流れなんですよで。日本が一番最初だったんですけど、日本でも一応、避難決議をしてると。い。うことで、はい、その流れを組んでって、EU と、まあ、あの、このファイブアイズのところで、もう、制裁っていうところまで行ったってことですよね。それみたいずっっと、まあ、あの非難決議っての してるんですけどねでこの中でいろんな色合いがあって、韓国は避、ね、難決議はしてないんですよね、あ<ー>あの要するに、あ中国の話を名指しにし,してないの、日本は避難決議はしてるんだけど、制裁はしてないって言って、えー、それはちょっとこの EU とあのファイブアイズとはちょっと違う。 ススタンスなんですね、うん、でも一応、非難決議っていうか、ですね、まあ、中国の名指しで言ってるんで、はい、あとは制裁するかしないかっていうのは、一つのカードなんでしょうけどね、あの2プラス2、日米でやった後のそ<う>あの共同声明を見ると。すすごいっす、うん 台湾の話までかなり小密に名指しをしている。いるね、あの、台湾の話しないと、実は、あの中国っていうのは核心利益っていうのがあって、はい、ウイグル、うん、それとあと、まあ、香港、はい、南シナ海、台湾、尖閣って、尖閣の話できなくなる。尖閣の話を一緒にするために台湾はきちんと言ってるんですけどね。今回はこれは台湾という話よりか、ウイグルの話なんですよね。だからこれやっぱりヨーロッパの人権の話が中心になってね。はい、人権であの制裁を課すっていうのは、まあ、ヨーロッパとかアメリカ結構簡単なんですけど、うん日本の 場合は人権だけで制裁を課す法律がちょっとあのピタッとするのがあんまりないんですよね。日本の国内法国内法の中で外為暴挙なんかはあのまあ使うときは使うんですけれどあのまあ人権を表立ってはできないから多分これ人権のことで制裁するっていうとであのこのファイブアイズと EU に合わせるんであればまあちょっと国内法直さなきゃいけないかもしれませんね。まあアメリカなんかの場合はマグニツキー法と呼ばれる法律があってお家やってそれできちゃうんですよ。あのロシアの人がにあのアメリカ に来て、で、まあ、はっきり言って、ごくで、あのロシアの人で、や、や、ね、あのロシア国内でやられちゃったんだけどね。はい、そういうのがあるんですけどね。日本の場合は、そこすっきりしたのないから、では、この際、この国会でね。今、うん、まあひょっとしたらね、人権のためだけで、制裁できるって法律を作るって、でもあるかもしれませんね。で、まあ、これね、あの、中国に対して、まあ、どう向き合っていくのかということ。うん、まあ、日本。 日本はもうまさに今は真正面ということですよね。真正面ですよ。それでこれはもう、あの、はっきり言うと、あの、中国とアメリカの新冷戦。で、これはもう体制環境層と一緒ですよ。要するに非民主主義がいいのか、あの、民主主義がいいのかってことに最後、帰着しちゃうんですよ。はい。それで、あの、今まではね、民主主義っていうのは、まあ、新冷戦でも勝ってたわけね。はい。で、これはあの、 ちょっとね、自分の研究みたいな、ね、もうちょっと宣伝ですけどね。<laughs> 実は、民主主義っていうのと経済成長すごく関係があるんですよ。で、これね、民主主義指数ってなって、はい、あの、民主主義の度合いっての、ね、は、0から10まで付けられるんですよね。はい、で、6以上にならないと、実はもう、一人頭 GDP1 万ドルを超えるってことはできないんですよ。この民主主義指数は、ね、イギリスのエコノミスト紙が毎年、ええ。毎年出してんで、あまあ、日本は8以上とかそういうことなんですけどね。はい。あの、まあ、6以上にならないと、一人頭の GDP が1万ドルは超えないの。う それは例外はちょっとあるんだけど、産油国は例外なんですよ。産油国は例外あと、まあ小国って言って、シンガポールと香港だけは例外なんですけどね、<ー>でそれ、そういう意味では、これは結構、まっとうな法則でね、この理論的根拠っていうのもすごい前から言われてて、うん、これで実はソ連邦は崩壊するって予測もできたんですよ。うん、はあ、えー、これ以上経済成長しない,とい,うのしないかしないとやっぱりどっかで行き,あの、まあ、行き詰まっちゃうって、うん、例えば軍拡競争できなくなるとかね、はい、か今回の派遣話とかなんかでも、経済成長してるからいろんなことできるんでね。えー、それができなく ったらほとんどできなくなるんですよ。でここから出てくるのは20年間以上は。あの続けて1万ドル以上を達成するためには。はい、産油国じゃなければ、民主国じゃなきゃいけないっていうことしか。というのは答えになるわけですよ。<ー>そうすると中国これから苦しくなるんです。一、うん、人当たりの gdp の1万ドルのラインって、よくその。中所得国のままみたいな、ね。そう、まだ、あ。それと一緒です、それの理論的根拠と、あとデータを出すということですね。だから、まあここから考えると、中国これから非常に胸突き。 なんでだから中国がいろいろ派遣を今、焦ってるとも言えるんですよあもともとは2049年に共産中国が発症してから100年になる、1949年の建国からと、そこに向けての派遣争いなんじゃないかと言われていたのが、ここまで20年も前倒した、25年以上前倒したっていうのは、待てない、そういうところですよ、待てない、要するにそこまでほっとくと30年間でしょ、だからもう、ぼつぼつした後の話になっちゃうわけ。中国の政治 今のままだったらうもうの今のままだったら1万ドル超えないですよ。 あ13億の人口を抱えながら、うん、この非民主主義的な体制でやっていくとなると。とはいかないね。だから1万ドルまではどんな体制で行くってことは、こういうデータでわかるんですけどね。はい、そうするともう、そうする1万ドルになってきてるから、これからは難しくなってくるってんで、ちょうどだからあと10年、今後10年か、まあ15年かな、うん、10年、15年ぐらいがまあそこの際になるっていうかね。うん、で、すごく、だから中国は焦る気持ちもわかる。だからこういう時日本の方はね、はい、とりあえず来たらね、ええ、カウンターだけするって、そういうね、 にあの、もうあのクリーンショットをな出そうとか、そういうことを考えずに、うん、来たらバンとやると、あ<ー>だから来たら2倍返しするぞと、そういう方策で、あのそうすると、時間が経つと、うん、いずれ中国は苦しくなるか。ただ、そういうことを考えると、長い目で見とかないと、いきなり留意下げるっていうのは、良くないってこといや、ま、長い目で見ても、向こうのほうが、というかね、おはようニュースネットワークでした。はい 続いて教えてニュースキーワードです。工事地価国土交通省は昨日全国の土地の価格動向を示す今年の工事地価を発表しました住宅地や商業地などを含めた全用途の全国平均は前の年と比べマイナス0.5%新型コロナの影響のによる需要の落ち込みで6年ぶりの下落となりました 国交省公表の1月1日時点での土地の価格ということなんですけれども、うん、まあコロナの影響は当然ながらね、増けているというところのようです。そうですね。なんかコロナの影響が一時的なのかどうかという問題はありますけどね。はい。なんかまああのテレワークが非常に大きくな多くなったら、それはオフィスが少なくなるでしょう。必要です。オフィス需要がね。オフィ、うん、ななあのオフィス需要って今まであれですよね。結構多かったわけで、はい、あのビルかなんかでもね、ワンフワみんな借りちゃうとかいうのは よくよく考えてみたらこんなに大きくなくてもいいんじゃないなと思ってる企業は随分あるわけで、うん、となるとやっぱりね土地の あの価格にも反映するでしょうね、そういうのはね。まあね、かつては、その土地資本主義みたいな、この土地の担保がないと、お金も借りられないみたいなこともあったから、そうですね、土地がやっぱり基本になってのは事実なん、まあ今でもそうなんでしょうけどね、ある意味であれですよね、土地はあの都心じゃなくてもいいというふうに思い出したのかもしれないなと思いますね、土地は多分どっかで必要なんですよ、どっかに住む、まあ、拠点と <laughs>。 生活する場所は必必ず要になってる生活す場所で仕事ができちゃうと仕事の拠点はあんまり大きくなくて十分かもしれないですねそうするとこれ今まで一生懸命やっててなかなかできなかった都心集中の拡散とか地方創生とかっていうのが極端な話すると交通網整備してね一週間に一遍たまに東京に行くとかねだから田舎か通ってねたまには一週間に一っぐらい東京に 行くっていうライフスタイルはありですよね。えっと多分だから常時新幹線のあのそういうのねカカビザあたりとかなん<ー>ちょっと前ぐらいはズキン犬でしょ。 だから、通勤で手当てさえ出してくれたら、別に、年に家を持ってって思わなくてもいい職が増えつつあるんじゃないですか。うん。このパラダイムシフトって、そうすると、もう、いろんなところが変わってきて。面白いですね。たまに東京に行くって大体はうちで<え>仕事して。そうすると、あの、通勤電車であんな15両も連ねてとかっていうのが、なくて良くなっちゃうのかもしれないし。 ねえ昔はなんか通勤だから通勤を2階建てにしようってう話もあったんですけどね。ありましたね。いましたね。でもまあもう今やいらんじゃないのっていうことでね。まあだから私もこのね。 はい、出演を家からでもあ, <laughs> あまた、<laughs> まずい、<laughs> その話に <laughs> やっぱりなってしまう <laughs> でも、あのー、昨日の経済財政諮問会議の中で、うん、あの菅総理大臣がその最低賃金の話をされたじゃないですか、<ー>これ、やっぱりその働き方が変わってくると、そういうところの数字の出方みたいなものも変わってきますか。すごく今地方と なんか東京の各社があるんだけど、はい、本当にあんまり、テレワークだったら関係ないじゃないですか。うん。言えば。<laughs> うん、これまたテレワーク、できる仕事とできない仕事っていうのが、ね、<あ>どうしてもありますよね。ねテレワークできるんだったら最低賃金は同じでいいとかね。 できない仕事はそこはしょうがないですよね。下がっても仕方がない。うーんだきあの、昨日諮問会議でもね、一極集中の話でテレワークっていうのは鍵になるって話はしてましたよあ<ー>、うん。やっぱり普通ですよね、これね。テレワークするとだいぶ違うでしょ、と。うんうん。別に東京に住まなくてもいいし。はい。 いいじゃないって。そうすると固定費がかからなくなってくると。たまには東京に来た方がいいですよ。一週間に一遍ぐらいは。そうでんな感じでね。でも一週間に4日ぐらいは地方で生活できたらいいじゃないですよね。そうすと、だからこういうなんかの話ってそういうのを結構反映してね。ちょっと変化があるような気がするんですけどね。だから地方の方がずっと地方の中核都市の方が値上がりするとかね。ええ 都心よりかはう、うん、ここ、まあ、5年、10年のそういう,こう流れっていうのができつつあるというかどで,でもね、だから、テレワークの定着いかんですね。これが、その、その経済の変化っていうものが、まあ、雇用だったり賃金だったりにどう,こう反映していくのかっていう、ね。たぶん、平準化の方に働くんじゃないの平準化の,方、うん、あの要するに、地方の格差が少なくなるっていう意味でね。だって、仕事してるところから見れば、テレワークでしてたらどこでも一緒でしょ。う,ーんうん、うん そういう意味、平準化するのはいいことじゃないかなとお気がしますけどね。今まで。うであったけに東京一極集中って話ばっかりじゃない。えええええ。大学なんかもようとしたらね、はい、全国レベルでどこでもいいって話になったら楽でいいですよね。うん。まあ確かに、あのへ、ね、その例の最低賃金なんか見ても、うん、本当都道府県格差は、ね、結構激しいと。いうん。でで,でそれはだから、東京一極集中の裏側なんですよ。うん。 このがこが平準化されてくると、例の限定正社員みたいな話とかっていうのが、安倍政権の中で出てきたりなんかしましたけど、ああいうのもそもそも必要なくなるというか、どこでも同じっ育テレワークだから面白いですよね、概念としてはね、もう大学なんかだと教育どこでもできちゃうって話になってね、キャンパスいらないんじゃないかって議論も出てきてね、最近は。キャンパスなくたってできちゃうでしょと。ええええ 昔は必ず必要なキャンパスで人数で教室の,あの確保しなきゃいけなかったんだけど意外にそうでもないんですよね。ああ、そういうのって法律で決まってたりするすまあ運用ですけどね、要するに設置基準とかそういうので決まってるんだけど、<ー>でもそれはだからあの考え方によって通信教育と同じになるんですよ。えー、ええー、そうですね。そんなのいらない、いらないっていうかね。そうすると、そもそも大学でやってる都心のキャンパスは、別の用途にできちゃうんですよ。はい うんだいぶ違うんじゃないですかそ,んんでそのうえそれって、うん、もうあの日本国全体の競争だけじゃなくって、うん、海外との競争に直接さらされますね、うん、もちろんそうですよだって今大学だってオンラインでやってるから、うん、もうあのはっきり言うとねオンラインでやるってのは普通になってるから結構だから別に日本でいて教室に来る必要はないってことは世界のどこでも OK なんですようーん ほんと変わるもんですね <laughs> こんなにねえー、えー、工事地下の話から、まあ、働き方さらには教育というところまでお話しいただきました続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ自衛隊が島しょ部の有事を想定した過去最大規模の演習を検討 陸上自衛隊が今年9月から11月にかけ、島し部での有事などを想定した過去最大規模の演習を検討していることが分かりました。全国規模の演習は28年ぶりで、ほぼ全隊員14万人が参加する見通しです。 えー、23日配信の沖縄タイムスが報じているというところなんですけれどもね。もうんうんまあ、あの、多分これから10年間ぐらい、あの、さっきもちょっと言いましたけどね。はい。まあ、あの、中国が、うん、まあ、いろいろと派遣争いをしてくるんですけどね。はい、あの、多分ん10年間ぐらい対象と、まあ,あの、かなり中国も苦しくなるんで、多分こういう話っていうのはずっと毎年ね、私は続くと、つ 通過ざるを得なくなるんじゃないですか。だから、当面は、あの、はい、ま、来た時に来たってか、あの、要するに、革新中国の核心的利益で、まだ手つかずってのは台湾と尖閣なんですよね。うん、台湾の方は勝ち死やってるから、尖閣多分定数、定、はい、数になっちゃうんですよ。だからバランス取って台湾と尖閣で両方で抑えるってことにしないとね、か、片っぽになっちゃう可能性あるんですよね。うん、そうすると、だから日本だってこれは、ちょっと、うかうかしてられないでしょ。はい、あの、台湾だって本当に必死ですからね。もう国の存亡をかけてますから、 でしょ日本も尖閣の方もね、であのあの海洋進出という中国の意図から見たら、はい、尖閣すすのは簡単なんですよねだから、多分こういうのはきちんとやらなきゃいけないし、あと尖閣のそばに米軍との砂漠場が、米軍あるでしょ、砂漠場があるんでね、そうですね尖閣の、ね、2> 2し近くに、ええええ、ものすごくそばにあるんでね、そこの二島、ええ、そそあるんですけど、ね、はい、そこのところで日米訓練っていうのも、多分そうなんか頭に描きつつ、こういうふうなあの自衛隊がまずやるっていう話じゃない 一年、日米訓練やるっていうのは、ちょっと不自然だと思うんで、えー、要するにとりあえずは最初に自衛隊を守らなきゃしょうがないんでね、だから自衛隊を守ってきちんとした体制を整えて、それで日米訓練を、まあ、あの尖閣の近くでやるっていう流れじゃないですかね、うそういう話って私ね、なんか10年近く前にもう、ご書いてるんですけどね、はいあ、あそこにああいうのがあるってね、はい、あだから、あ多分自然な流れで、だ,だ,んだ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 んそれが切迫してきたから、こういう形になってるんじゃないですかね。うんまあ、あのね日米でのまあ日 東シナ海での訓練、うん、かなり大規模なものをやろうっていうのは、うん、あの読売かなんか報じてましたけれども、えー、ただ、去年の確か秋口にやるという話だったのが、ね、まあ結局、悪天候で伸びてしまったというような報道でしたけれども、ね、まあ当然ながら意識をしているというところですかそうですね、だから、今後10年間ぐらいが正念場なんですよ、本当に。だから、まあ、ある意味でじじ、時間との勝負ってのは、中国はもうそうなんでしょうけどね、まあ日本はだからそれに対応しなきゃいけないんで。 日本が仕掛けるわけじゃないんですけどね、えー、あの相手の中国の事情が多分今後10年間ぐらいで、なんかまあ、ある程度、目ハを立てないとだめになると、だこういうのをなんかの,そのイベントかなんかでも説明できるんですけどね、私なんかさっき言ったように、経済力の関係でっていうので説明してますけどこれあの、今回は、これ、報道ベースで、えー、すけれども、陸上自衛隊がやるということですけれども、まあ、この、ね、尖閣を守るということでいうと、海上、えー 隊しかり、あるいは海上保安庁もしかり、だから連携でしょ。そうそう、やるのと、あとやっぱり施政権をね、世界できちんと示した方がいいくて、施政権で一番示すの簡単なのは、防御嫌いなんですけどね、防御嫌い嫌いを周りに置いとくの、ああ、施政権そのものでしょ、でも別にこれは入ったら困るというだけなんですよ。 うん別に了解心配するなって言ってるだけなんでね。無害通行権とかもここは困るからって言って嫌いを得ておくということですけどね。できついと、ここにこういうのがあるんだよっていうをこ教え、示しておく。うん そうするで、市政権の講師でしょうーん。スタね、尖閣のところで定点カメラを置くとかね。はい。いろいろあるんですよ、市政権の講師はね。まあ、市政権の講師に関していろんなアイディアはね、読むことでしょますよねうう。だって行政の行為ですから、はい。いろんな省庁が、なんだったらいく一つの省庁一個ずつやれとかね。ああ<ー>。こういてもいいんですよ。<laughs> まあ、本当あの、環境省がそれこそ固有種の調査に入るとか、うん あるいは、あの、固定資産税の調査に、財務省、財務省が行って調査するでもいいし、何でもできるんだね。だって、私政権だから全てあるじゃないですか。まあ、言ってみればそうですよね。まさに国土ですもね。だから、それを、一個の省庁でやらせて気の毒だから、全部の省庁やれとかね。いんだっていいじゃない差別に。だって国有地なんだから、なんの心配もすることなくてできるじゃない。財務省って国有地なんだから、 ちゃんと調査しないといけないんだけどねって私なんか思うけどね。ああ、まあ、ちゃんと調査しないとその資産価値は把握できないということですかなんかわかんないって無理でしょ普通は。普通は研究調査って言って行くんですよ。ああ。あの、僕だと沖縄事務所になるのかなああ、そこだと管轄は。うん、管轄はなるんじゃないかな。行く、研究調査できますけどね。えっていうか、行かないの管理してないってこと大変ですよね、ああ。まあ、確かにそうですよね。で、いはそう。 だから、あの、行政権の行使ですからね、市政権は何でもできるんで、はい、<laughs> というか、なんでやんなきゃいけないんですよ、本当は。うんそういうのは、あの、こういうふうなね、はい、陸上自,自衛隊のこととか、米軍とか、そういうのだけに任せんじゃなくて。はい。 国全体でと私は思いますけどね、うん、でそう国全体でって考えるとこの今回島し部有事を想定したということになりますけど、うん、こういうことになった場合って、うん、この自衛隊だけじゃなくっていろんな省庁とかあるいは地方自治体も含めて <laughs> 絡んでくる話ですよね。うん みんなで調査に行く。<laughs> うん。なんか、あ,あの、防災に関しての、もう、例えば、その、<laughs> 南海トラフの地震があると、ね、いうことを想定して、各省庁とか自治体も含めて、うん、一緒になって自衛隊もやるっていうのはありますけど、うん、これ有事の時の想定で訓練って今までってあ,あったんですかいや、あんまり聞いたことないんですけどね。だから、なんか、自衛隊だとか、あと米軍だとか、そういうのと思ってるでしょっていうのが、ちょっと感覚違ってて。<ー><当>任せときは <laughs> いいやと思って <laughs> 本当はそうじゃないんだけどね。<laughs> 特に政権の行使っていうのは全ての行政官庁が、えー、あの、行政権を行使することですから。えー、全部に関係あるはずなんで、国土にであって関係ない署長ないはず、えー、あるはずないんですけどね。 いや、ちょっとあの、これは拡大になっちゃうかもしれないですけど、うん、今回のコロナの件でも、やっぱりその、うん、あの、有資の際の省庁関連系ってどこまでできてるんだろうねっていうのが結構明らさまになったわけじゃないですか。<laughs> まこれはね、もともとはというと、まあ憲法でね、緊急、はい、事態条項がないっていうのがやっぱり欠陥なんです、はっきり言えば。うーん。だから、でもそれを議論しちゃいけないっていうんでしょこういう時困っちゃうんだよね。 そうですよよねね何か起こった時に本当<お>困るんだコロナでもダメ納定しちゃうんだけど、はい、今回、こういうふうな話になったら、もっと違う形で同定するかもしれないで、ね。切れ目のない対応っていうのが全くできなくなってきないですよ。 でも沖縄はね、比較的行政権は結構、国のは簡単なんですよ、みんな一つの省庁見たくなってから、沖縄事務所ってなって、だから結構簡単は簡単なんですけどね、ただ、地方との話はちょっとどこまで連携取れるかはちょっと微妙ですね、沖縄事務所って全部の省庁が合わさっていくことを作ってるから、そういう意味では結構簡単にできちゃうんですねなるほど、でもまあ、地方との連携とかね、あと自衛隊はそこ入ってないから、一緒の組織っていうのをちょっと作ってね、有事対応っていうのを 考えるっていうのも一つの手ですよね。で、こういうのはぜひ国会で議論してもらってね、やったらよろしいんじゃないですかね。うんえー、自衛隊が東諸部の有事を想定した過去最大規模の練習検討というニュースを取り上げました、えー。それからメール、ツイッターたくさんいただきました。えー、LINE についてというのはね、結構やっぱりいただきますね。えー。 藤沢市美恵子さん、57歳パートの方、規約をきちんと読まずに同意しますにチェックしてますね、まあ、みんなが使ってるからという思いも強いんですけれども、気をつけなければと、いたただきました、うんまあ、でも一般の人だと、なんか取られても、個人情報の,、ね、あの保護という観点では問題なんですけどね、はい、個人情報の保護ってやっぱりプライバシーの話なんで、すべての人に関係あるんですけど、取られてもなんか関係ないって人はいるかもしれませんよね。だから無料ってのは、ね、<ー>必ず何かがあるっていう風に 思っっててくだださいいよ、うん、本当にたののものってないと思いますあ一方で、この LINE のこのシステムっていうものを使って、行政が、ね、住民票出すのに使ったりとかっていう、ね、それはちょっとね、うん、あの行政のほうはちゃんと規約読まないでいかんですわね。あ<ー>うん、読まないでやっちゃうのはまずいですね、はっきり言うとね、これはね。 えそれから北朝鮮について、あの、先ほど速報も入ってきましたが、うん、えアメリカの政府高官が23日、電話記者会見の中で、北朝鮮が先週末に短距離システムの実験を行ったと、えー、述べました。ミサイルだったかどうかの確認は避けたということですが、まあ、短距離システムシステムっていう話だと、機上のね、あの、演習かもしれないし、ええへへまあ、ちょっとわかんないですね、<ー>こうね。あの、本当に打ち上げてたら、もうちょっとニュースになると思うんですけどね。はい、打ち上げたら、これ衛星ですう。すぐ、すぐね、あの、 もうわかるから <laughs>。でも今、米朝はちょっと没交渉でしょ、はい、だからなんかの、あの、なんか、腹の探り合いを今してる状況でしょだから中国なんかも実は北朝鮮が取り込んでるんですよね、今ね。はい。うん